ハッピーニューイヤー。皆さん、明けましておめでとうございます。ますなんと、ショーンがやってきました。今回もですね、妹さんお手製のすっごいおせちを持参して、これね、ショーン。はい、特製の金箔が貼ったお重に <laughs>、えー、入れていただいております。それでは、ショーンに説明していただきましょう。あ明けましておめでとうございます。Happy New Year. I will bring to the Japanese Traditional ニューアイツフズあーと日本語で説明します。ま最初の段はまあ割と普通っぽいあの <laughs> 野菜とかまぼことかカツの子黒豆ですけど、二度段の方がえっとアワビですね。それからこれはあのフグをネギで巻きました。フグをネギですか？はい、それから鯛をシソで巻いてます。はあ<ー>。ホタテ、それからロースウィーフと松茸。はい。 松茸とロースのビーフ。で、ハムは、何かが挟まってるそうです。何かが。何かが。またなんかとんでもない高級食材なんでしょうね。ショーンね、このね、アワビ。はい。もうね、強烈ですよ。強烈。そうですね。で、今回これを秋さんに食べていただいて、私はかまぼこだけ。いやいやいや。と言われてる。皆さんね、かまぼこだけで言うんですけどね。またこのかまぼこもね、とんでもない高級食材なんですよ。もう黒豆とかね、もう、ショーン一家、とにかく、 あの、<laughs> 謎の外交官、エクセレントなショーン一家の食材ですからね。この ででをこれいてるんゆかりさんが好物っていうからふぐをふぐネギでうわすごいなとタイはシソっていう感じあれなんですよね妹さんはあの韓国のお料理で有名なお嬢様学校のスリファー大女子大どこかでんか勉強したそうですねお料理のお勉強のためにわざわざ留学までしてすごいですね皆さんそれじゃあ今からこの妹さんお手製のおせちでお正月を楽しみたいと思います はい、ご視聴いただきありがとうございました。はい、食べましょう、はい